まずここではいくつか仮定を設けるんですけれども、この行列の積の計算量を見積もる、こういったアルゴリズムによる計算量を見積もる際には、何がまず重要かというと、それぞれこの中で出てくるですね、数の大きさがどの程度の大きさかっていうことを調べた上で、その入力の数の大きさに対して計算量はどのくらいになるかという形で見積もりを行います。そこで一つ、いくつか仮定を設けていくわけですけれども、まず、この A、行列 A と B の各成分の絶対値に関する仮定としては、この行列 A と B の各成分の絶対値は、ラージ M 以下であるということにします。そして、このラージ M はですね、この多倍長数で表されているとして、でこの長さを、ラージ L というふうに表しておきます。でそうすると、この時ですね、この今この行列の一つの成分ですね、C の RT を求める際に、A の RS 成分と B の ST 成分の積をまず計算するわけですけれども、この A と B の2つの成分の、それぞれ1つの成分の積の絶対値というのは、M2 乗で抑えられているということに注意しておきます。でさらに、この C の RT がどのくらいの大きさで抑えられているかといいますと、この A と B の成分の積の M 個の、スモール M 個の和ですので、そうすると、この C の RT の絶対値というのは、AB の積かける M ですね。ですので、ラージ M2 乗かけるスモール M で上から抑えられているとします。このラージ M2 乗かけるスモール M のことを M プライムというふうに置いておきます。でさらに、ここでは、この行列のサイズ M がですね、この各 AB の各成分の絶対値の上階、ラージ M 以下で抑えられていると仮定をします。でそうしますと、このスモール M の長さというのは、このラージ M ですね、ラージ M は、この AB の成分の絶対値ですけれども、この M の長さで抑えられているという仮定をができます。で、ここから、その以上の、その各数のですね、大きさに関する仮定を用いて、その、この素朴な乗算を、素朴な方法でこの乗算を行った場合の、この計算量の見積もりっていうのを行います。まず、この、ですね、行列 C を計算する上で、掛け算や足し算がどのくらい登場するかということなんですけれども、長さ L の多倍長数同士の乗算っていうのが、θ の M3 乗回、登場します。で、この M3 乗って見積もりはどういうふうに出てくるかというと、まずこの C のですね、1個の、成分を計算するのに、この A の成分と B の成分の積を M 回計算しますね。これはいいですね。で、C の成分の個数っていうのは合計で M2 乗個ありますから、そうすると1個の成分計算するのに M 回の乗算をやってるのを、M2 乗回繰り返すということで、まずここの多倍長数同士の乗算が M3 乗回になるということを押さえておきます。で、この多倍長数、長さ L の多倍長数同士の乗算が1回あたり、そのどのくらいの計算量だったかっていうと、ちょっとこれは前のことを思い出しますと、これ、それぞれの長さの数の長さの積だったわけですね。今、この A と B の長さはそれぞれラージ L で抑えられていましたから、そうするとこの A と B の1個の積の計算量というのは L2 乗になっているわけです。で、それが合計 M3 乗回繰り返しますので、まずこの C の成分を求める上に必要な A と B の成分の乗算の全部まとめた計算量は θ の M3 乗 L2 乗という形でまとまります。あとここまでいいですかね。で次に今度はですね、この足し算ですね、足し算が一体何回出てくるか、計算量がどのぐらいになるかということを見積もるんですけれども、これはですね、長さM プライムの多倍長数の加算をするって行ういうことなんですが、これは、何を言っているかというと、ここですね、この、A と B、A の成分と B の成分の積を M 個を加えるときの
多倍乗数の加算のことを言っています。で、これが何回発生するかというと、これもやっぱり M3 乗回です。で、理由としては、この C の RT を求めるのに、この A の RS と B の ST の積の足し算を、これ、ちょうど M 回やるわけですね。M 回足し算を行うわけですね。あ、M マイナス1回か。正確には M マイナス1回足し算を行います。で、これをですね、この C の成分の個数回だけ繰り返しますので、C の成分 M2 乗回ありますから、これ、M、θ M の計算を M2 乗回繰り返すので、全体の回数としては θ の M3 乗回になるということです。で、次にその計算量が どのくらいで見積もられるかということなんですけれども、これは長さが、M' の多倍長数の加算の計算量として見積もればいいわけですが、この M' っていうのはいくつかだったかっていうと、M2 乗プラス、M2 乗かける M、スモール M でした。これはここにありますね。この見積もりです。で、それは実は長さとしては 2L プラス、M の長さで、なりまして、で、この、M、スモール M の長さっていうのは L で抑えられているということもここでやりましたので、それを使う と、この M' の長さっていうのは 3L で上から抑えることができると。まあ、これ、定数を省略すると θ の L になりますから、そうすると長さが θL の多倍長数の演算を M3 乗回繰り返すということになりまして、この加算の計算量は全部で M3 乗 L、θ の M3 乗 L で抑えられるということになります。そうしますと、この C、行列 C の各成分の、全部の成分の計算にかかる計算量っていうのは、この乗算の計算量 M3 乗 L2 乗と、それから加算の計算量、M3 乗 L ですね。で、この中で、そのより大きい支配的になる項はどっちかっていうと、M3 乗 L2 乗の方ですね。どちらも M3 乗の因子が入っていて、しかも L の指数はこちらの掛け算の方が L2 乗で大きいということなので、全体の計算量としては、θ の M3 乗 L2 乗になるということをまず押さえておいてください。で、目標としては、この M3 乗 L2 乗っていう計算量を、その中国乗用定理を使って改善するということになります。まずここまでよろしいでしょうか。はい、そこで、ここからはですね、その中国乗用算法を使うことを考えていきますけれども、まず、その中国乗用定理を使う際に、その法の大きさをどの程度にすべきかということで、法の大きさを決める必要があります。で、ここで、一つ用いる事実としては、次の見積もりを用います。仮にですね、その今、ある法、M を N を法として、この、行列 C の RT 成分をこのような形で計算しましたと。で、これ、この結果が、まあ、2個ですね、こう、異なるか、2個、2通りの計算ができたとして、で、この時に、じゃあ、N の大きさをどのくらいにすれば、この2通りの計算の結果が一致するかっていうと考えますと、こういうことが言えます。この C' の RT に対して、これがそのマイナス2分の N 以上 N 未満、すなわち、N が2倍の M' より大きければ、この2個の2通りの計算の結果は一致するということが、分かります。で、その理由なんですけれども、今ですね、この、もし、今、まあ、この、2つの結果を見ますと、この C の RT と C' の RT というのは、この N を法として合同なわけですね。ですので、この結果から、C の RT と C' の RT の差は N で割り切れるということがわかります。で、一方で、今、この C の RT というのが M' より小さいということを使いまして、で、この C の RT と C の' の RT のこの差の絶対値を評価しますと、
まずこれ三角不等式で、この値というのは C の RT の絶対値と C のプライムの RT の絶対値のこう和で上から押さえることができるんですが、この和はどういうふうに上から押さえられるかというと、まず C の RT の方は M プライムで上から押さえますと。C プライム の RT の方は先ほどの過程で2分の N で上から押さえることができますということが言えて、で M プライムは2分の N で押さえられておりますので、結局これが N で上から押さえられているということが分かります。ということで、ここからです。ここまででいくことで、C の RT と C プライムの RT の差が、まあ、N の倍数で、かつ、この差は、N よりも C に小さいということですので、この両方を満たすということは、この C の RT と C プライムの RT のは等しいということにが言えるようになります。で以上の議論からですね、その中国重要三法の時の項はどう決めればいいかっていうと、2倍の M プライムを上回るような形で求めればよいと。もしくはその2倍の M2 乗かけるスモール M ですね。これを求める、満たすように N を決めればよいということになります。でまた、その際に、この乗用感の弦は、このマイナス2分の N から2分の N の範囲で求めることにします。ということで、中国乗用三法に使う、その、法の積ですね。法の積になるこの N の値が、見積もりが取れましたので、実際に中国重要定理を使う際には、この N1、法としてこの N1 から NK の積が、N に等しい、かつ、その NI と NJ、異なる NI と NJ が互いに相似あるような、まあ、N1 から NK を法として用意すればよいことになります。まあ、実際には、無計算の際には、N1 から NK としてはあらかじめ素数をですね用意しておきます。であと、まあ、先ほども申しましたが、この素数の、まあ、素数ですね、実際に用意する、実質的には素数の積になるこの N は、2M2 乗かけるスモール M を満たすように取ると。それから、乗用感の弦は、マイナス2分の A から2分の N の範囲で求めるという形で、こう、中国重要定理の計算を進めていきます。さらに、じゃあこのですね、N1 から NK、まあ、実質的には素数で取ってくる N1 から NK の個数 K は、まあ、どの程度の値になりますかっていうと、目的としてはですね、この N1 から NK は全部単精度の素数にしたいわけです。で、なぜかというと、その中国重要定理でこう計算を分散させて、なるべく小さくさせる上ではそのこの項がですね単精度の整数としのを法とする乗用感で計算すればですねその中での加減乗除は基本的に単精度で行われますから、まあ、一番計算効率が上がるであろうということが期待されるわけです。ということで N1 から NK は単精度の素数になるようにこの K の値、法の個数をね、定めることになります。で、この N1 から NK の積が2倍の M2 乗かけるスモール M を満たして、かつ、その素数の個数がですね、必要最小限になるようにこう K を取りますと、この N の長さっていうのが N1 から NK の長さに等しいんですけど、N1 から NK の長さっていうのは、この N1 の長さから NK の長さの和ですので、で、これ、N1 から NK の長さは全部こう単精度にしたいわけですね。そうすると、この K がですね、まあ、シータの L になるような形で、この K を取ってくればよいということになります。で、以上 のような設定をしまして、中国重要三法による行列の積の計算を行うアルゴリズムを示します。入力としましては、行列 A と B ですね。でどちらも M 次正方行列 でこの各成分がの絶対値がラージ M で抑えられているような行列とします。で出力としては、この行列 A と B の積 C を出力するということにします。でまず、最初のステップでやることは、この、中国重要三法に使うこの法ですね、N1 から NK を求めるということなんですけれども、どういう条件を満たすように求めるかというと、この N1 から NK の積が2倍の M2 乗かけるスモール M を上回るような数で、
求めるということですね。一応、まあ、N1 から NK 全部素数で取ってくれば、まあ、当然ながら NI と NJ は互いに素ということを条件は満たされます。で、ここではですね、三重のループになっておりますけれども、これは何をやっているかといいますと、まずこの一番外側 のインデックス i というのは1からk の範囲を取っていて、で一番中の式を書くと、モド ni というところ、ここに i が現れているんですね。ですので、一番外側のループの i というのは、この各方の ni ごとにこう計算を行うということを意味しています。ですので、まずこれ n、方のですね、n1 から nkまで次の計算を繰り返すという意味だと思ってください。で、その中のですね、ループ20ありますけれども、R が1から M まで動きます、T が1から M まで動きますっていうところで、実際にこの中の計算を見てみますと、R と T っていうのはどこに出てるかっていうと、この、A とか B の、成分ですね。だから A の RT 成分とか B の RT 成分っていうのに、この R とか T っていうのが出てくるので、だからこの R とか T っていうのは、その R が行、T が列で、この A とか B の行列の成分を全部こう一通りスキャンするというふうになっています。ということで、中でやられている計算は何かっていうと、この例えばこの中の1行目を見ますと、A の RT の NI で割った乗与を AI の RT としなさいと。それから、あと B の RT 成分を NI で割った乗与を BI の RT 成分としなさいということを言ってますので、だからここの、R と T のループに関しては、それぞれの行列 A と B に対して、各成分を、その NI で割った乗与を、まあ、求めましょうということをやってるわけですね。それをさらに、この素数の方、N1 から NK まで全部繰り返しなさいということをやってます。ここまでいいでしょうかね。ですので、ここでやってることは、方 N1 から NK に対して、行列 A と B の成分を全部その Ni で割った乗与からなるその行列を求めているということをやってます。で、次の3ステップもやはりループが三重になってるんですけれども、これは何を言ってるかというと、先ほどとそのループの構造は同じなんですね。まず i が1から k を取ってモド Ni ってなってますから、これは一番外側のループではその法ですね、法となっている N1 から NK まで一通りこの処理を繰り返しなさいということを言っておりまして、で、中の RT もですね、これ1から M までを取っていて、これ見るとこの CI の RT ってところにこう RT が出てくるんですね。ですので、これ何やってるかっていうと、その N1 から NK の法ごとに、この CI を計算し、行列 CI を計算しなさいということをやってます。CI、だから結局 CI の RT 成分を全部、まあ、1から M までこう求めているわけですね。これがその、CI の RT 成分は、このように AI の RS 成分と BI の ST 成分のこうバーと積の和を取って、NI で、方の NI で割った乗与も使っているということで、その結局、ここでやっていることはその、各方 NI ごとにその A と B の行列のですね、積をこう計算しているということになります。で、次の4ステップ目では、今度はその R と T に関するループになっていて、で、中身はこの C の RT をこういうふうに計算しなさいって言うんですけど、ここでその中国中央定理を使うって言うんですね。ですので、その C の RT 成分をですね、このそれまで N1 から NK で計算した結果から中国乗算法を使ってこの元の整数上の C の RT 成分の計算をしなさいというのがこの中身の部分です。これはまあ、RT 成分が、なんだ、行が1から M 行、列も1から M 列まで全部これ繰り返して全部の成分の計算を行うということがこの4ステップになっております。で、最後、第5ステップで、この計算結果の行列 C を介してアルゴリズムは終了するというわけです。まずこういった形で計算を行っておりますので押さえておいてください。ここまでよろしいでしょうか。